育の中学校区は斜里寺、育の林寺、西育の4小学校が西育の小学校に統合されました。そこで起こっているのが通学路の長さと安全性の問題です。この動画では最も遠い斜里寺小学校区から西育の小学校までの通学路を検証します。千葉県で5人の小学生が通学路で亡くなった事件を受け、国は危険通学路を7万2000箇所としました。なのがこれ9月の115箇所で、その日斜里寺でなんとも31箇所もあると。でしかも30分かかるというね、こういうところを好きだったらちょっと皆さんとも行って歩いてみて、どんな状況なのか調査していきたいと思いますので、よろしくお願いします。すいません、ここで一応一旦止まりますね。で、小集団の集合場所なんですけど、もう各地域によって点在してますんで、ここが登下校のメイン道路になります。で今から曲がっていきますけども、ここからグリーンラインがあります、ね、ここからグリーンラインあります。で、一応これも要望を出して書いてくれてるんですけども、なぜ幅が狭いので書いてる意味があるのかないのかもちょっと分からない。これはどういうことなんですか。ドブに落ちてくださいって。ドブに落ちてくださいですね。これそう、もうなんかもう無理くりやってるんで、まあ、それもちょっと見ていただければいいかなと思います。いろいろ水面下で動いてくださっている方もいらっしゃるんですけども、とりあえず今のところはここには信号もつきません、横断歩道も書きません、このまま行きますということで聞いてます。で理由としては1時間のうちの通行車両台数が一定に満たない、
で、止まり表記、速度落とせ表記をしているところには横断歩道は書きませんっていうことが今の規定らしいので、規定書いたらいいだけやね。右見て左見な。ここはもう歩道がある。もう超えてます。超えてるね。ほんでこっからまず中入るんだよね。中入ります。あの向こうから小学生はこの中入って。なかなか。もう中学校が。出発9時15分。政令指定都市大阪市内なのに通学に30分以上かかり、安全性の検証もまだできていない通学路で、4月から新学期が始まりました。31箇所もの危険通学路の中、無事故を祈るしかありません。しかし、こういった公教育の統廃合は今の大阪市政が続く限り、あなたの小学校区にも起こりうることなのです。